こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。ああ、始まりました。はい、よろしくお願いします。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。すみません。声がね、噛んだ絡んでました。すみません。失礼いたしました。はい。はい、うん、今日はターバンアレンジです。はい。はい。とても簡単なんですけど、うん、あの、おくり毛をこう後から出すと思うんですけど、まあ、取れやすあの失敗しやすい方多いと思うんですよ、うん、はい、はい、私もよく失敗するんですけど、はい、それをあの簡単にもう一回全部やり直さなくても簡単におしゃれにこうおくり毛に見せます分からないですよね、そう言われた多分アレンジした時に遅れ毛を出すんですけど、その遅れ毛って多分出しすぎたりとか多分するかなと思うんですけど、少なかったりとかしてね。で、その出しすぎたやつを簡単にしまい込んで可愛くするアレンジをやったんですね。そうなんです。なので、すいません、ちょっと分かりづらくて、なのでそれを今日は美咲さんやってますので、まあ多分これ今からねアレンジやる機会増えるかなと思うんで、まあ、この方法よかったら参考にしてみてください。はい、はい、今日もありがとうございます。はい、はい、それでは動画をどうぞまずリーゼのまとめ髪フォームをつけていきます。フォームを出して髪の毛全体につけていきます。手ぐしを通すように毛先から髪の毛全体に伸ばしていきます。このくらいまとまれば OK です。髪の毛全体をまとめていきます。高さはだいたい耳の位置くらいです。まとめた髪の毛をゴムで結んで、毛先をお団子状にまとめていきます。トップのボリュームをお団子を押さえながら少し引き出すように出して、お団子を両サイドに引っ張って少し裂いていきます。余った毛先の部分を2つに分けてロープ状に巻きつけていきます。そのままお団子の下を通って毛先が下になるように巻きつけていきます。ゴムでもう一度結んでいきます。ターバンをお団子部分に引っ掛けながらつけていきます。顔周りのおくれ毛を出していきます。このように出しすぎちゃった場合はちょうどいい量を取り分けてターバンに沿うように指で入れ込んでいきます。コテで遅れ毛を巻いていきます。顔周りは普通に太巻きで巻いて、後ろの髪の毛は引っ張ってしまうと出てきてしまうのでコテに巻きつけて巻いていきます。巻いた髪の毛を裂いてほぐしていきます。後ろも同じようにほぐしていきます。こんな感じで仕上がりました。遅れ毛でよく失敗してしまう方もこのやり方をぜひやってみてください。Thank you.